2018年から我々にあのデジタルソリューション創出プラットフォームというものをまあ立ち上げて、あのまあお客様にまああの要件を聞いてシステムを構築するのではなくて、サービスとして提案していくということを進めていくと。でこれはあのアプリケーションを素早くデプロイできるという仕掛けがまあプラットフォームとして備わっています。で2つ目に関しては価値の、アプリケーションの価値の集中というところを目指しています。でこれは、我々がプラットフォームの運用をまあすることで、あの利用者はアプリケーションの価値にまあよりあの集中することができるというものになっています。で3つ目に関しては、カタログという言い方を我々はしています。でこれは我々が、まあタンズ製品だけではなくて、それらに周辺の機能をまあ追加して、検証して素早く提供できるという仕掛けを作っています。これによって、まあ、お客様側はタンズ製品だけではなく、いろんな付加価値、まあ、例えば課金機能とかそういったものを提供するということができています。で最後に、高い稼働率という稼働時間というものを、提供していますと。こちらは、我々が、まあ、運用することで、まあ、アプリケーションが止まらず稼働しているというものと、あとはまあバージョンアップとかそういったものも我々の方で実施しているというところで、お客様側はまあアプリケーションだけに対応すればいいというものになっています。お客様の要望もあって、タンズアプリケーションプラットフォーム、タンズプラットフォームの中でも、まあ、Kubernetes の機能というのを使いたいというふうに、要望がありました。で我々そのまあ中で、まあ、プラットフォームサービスなどを活用して、非常に短期間にですね、数ヶ月でプラットフォームの提供と、あとアプリケーションのデリバリー、稼働まで、実施することができたというところが、非常に良かったというところです。よりまあさ、お客様のニーズに応えるべく、まあ、機能の拡張とかそういったものを、まあ、タンズプラットフォームと一緒にやっていきたいと考えています。デジタルソリューション創出プラットフォームはですね、我々がフルマネージドで提供しているサービスとなっています。これはですね、我々の方で運用をして、お客様は、基盤の運用はしないで済むというものになっていますと。でもサポートも我々の方で行います。でお客様は、アプリケーションの開発に集中することができると